この辺は得意なところですか、エリアとしては。練習するときは、まあここからですね、最初は。ということで、今回の蹴り位置はゴールまでの距離25メートル。曲がってきた。曲がってきた。曲がってきた。独特のフォームから放たれたフリーキックは大きな弧を描きゴールネットに刺さった。それでは今のキックをハイスピードカメラで見てみよう。すごいかっこいいね、パートがすごい上がるんですね。体をのけぞらせながら大きくひね、食い上げるようにくれぬく、柔らかいですね。そしてボールは壁のほぼ真裏へ。うん、壁は嫌やろね。高く上がったと思えば空中で急激な変化を見せるこのボール。うん、一体なぜこんなにも曲がりながら落ちるのか。まずはどこで蹴っているかを聞いてみた。結構ボール近いよね。蹴っている場所は通常よりやや内側のインサイド。では続いて曲げる秘密。まあ、フリーキックなんでやっぱり僕サイドから結構横から、はい、あの回転使うからできる時、大げさにいっちゃえばこの辺から入れば入るほどこうやって、はいはい、こういけるじゃないですか。曲げて落としたいんで、はい、でもって僕はそんな筋力ある方じゃないんで、おうおう、こう要は遠心浮くみたいな感じです、ね、足だけじゃなくても体全部使って、そうそう、回転を全部使って、うん、はい、腰をひねりながら、はい、擦り上げるみたいな感じですね。ああいう格好なんねんね。ボールに対し真横に近い位置から踏み込み、体全体で円を描くようにして蹴る。一般的なフリーキックと比較すると進入角度や足の振り幅に大きな違いが見て取れる。そう、曲がりながら落ちるボールの秘密は遠心力だった。そしてさらに注目すべきはこの軸足の動き。遠心力みたいなこう触ってる、はい、蹴り方なんで、残りがこうなんなかったら、はい、これでおしまいですよね。いっちゃいますよね。それをもっとここまでいけるように止めたくないんですよ、勢いを、はい、したらもうこうこうなるしかないです。でこうなってる。僕意識はしてないんですよ、勝手に練習したらそうなってたみたいな。スムーズな円を描くために軸足を柔らかく寝かす。これは遠心力をそのままボールに伝えるための秘密。中村俊輔のキックには遠心力が重要なのである。以前研究したストイコビッチのフリーキックと比較してみると、中村俊輔がいかに体をひねり遠心力を生み出しているかが分かる。遠心力を利用することでボールには大きな横回転がかかり、そして擦り上げるように蹴ることで縦回転がかかる。よってこのような曲がりながら落ちるキックとなるのである。おお、おお、それではハイスピードカメラを見てみよう。こっからね、気持ちいい。こちらが1本目のキック、こちらが2本目。ボールへの進入角度や蹴る位置に大きな違いはない。しかし1本目とは全く逆のネットにボールは突き刺さった。一体中村俊輔はどこでコースの蹴り分けを行っているのだろうか。蹴り分け方というのはどういうふうにやってるんですか。コースが違う分、うん、
助走が違うとキーパーに読まれるじゃないですか、はい、助走は一緒で、少し蹴る角度を変えなきゃいけないってなった時には、はい、足首の位置を、うん、足首、はい、まあ、こっちに蹴る時は、はい、こうまた回転ができるんで、はい、まあ、この辺ですけど、はい、さっきこの辺までできますけど、はい、やっぱこっちになると、回転がここで限られるじゃないですか。そうですね、終わるんで、だからできるだけこのテイクバックをこっちから始めると で,、ね、でこっち向きになるんです多分。かなり効果はこういう助走は同じだが踏み込む足首の位置でコースを調整する。確かに2本目の軸足はボールに対しかなり斜めになっている。しかも驚くべきことにこのコースの振り分けは助走に入ってからでも可能だという。よくキーパー 4で半歩とか動くじゃないですか、はい、1人の人が抜けて、ね、それから後から蹴るって時は、はい、やっぱり1回は見ますよね。で急にやっぱり変えますけど。あ、はあ、まさにあのコンフェレの時の、おお、そうね、そう動いてるんだ。いや、右側に少し動いてますもんね。うん、右半歩動いてたところも、僕は本当はニアに蹴ろうと思ったんですけど、ニアに蹴るって思ってたんですけど、あ、やめたってこういう感じです、うん、あ、やめた。このフリーキックの場面、遠藤康人のフェイントにつられ、相手キーパーバルテズは確かに半歩動いていた、うん、中村俊輔はその瞬間を見逃さず、すぐさま蹴るコースをバルテズが元いた方向へと変えたのだ。予想に入ってたんだね。ちょっと遅れてるもんね、やっぱりキーパーがね。明らかにね、あれバルテズ完全にグッて一回右入ってますよね。グッて入って、いや、はい、誰でも入りますよね、やっぱこっちが空いてる分、足首の変化だけで左右どちらの方向にでも狙えるこの蹴り方、これが中村俊輔のフリーキックの凄さである。自然と根付いてるもんでしょうけど。続いては最近実践しているという強くそして速いフリーキック。速いボールで決まった。速いボールで決まった。速い、確かに明らかにスピードが増したこのキック、うん、蹴り方も違っていた。先ほどと比べ曲がりは小さく、ボールにかかっている回転も少なく思える、うん、ボールを蹴る足の場所も曲げて落とす蹴り方とはだいぶ違う。そして軸足を見ても蹴り終わりには地面から離れている。ここでこれまでのキックとの違いを聞いてみた。あの蹴り方は結構違うんですか今。いや、大体一緒で、あとはもうインパクトの強さで、こう蹴ってたのを、はい、もう抜けるようにこう前で、あ、その方が強く蹴れますからね。なるほどね。蹴る場所は足の甲に近いインステップ。擦り上げるのではなく振り抜くことが大事。今のキックのスピードを曲げて落とすキックと比べてみると、振り抜いたキックの方が速さが増したのは明らか。助走は同じだが軸足の位置を変えるだけで両サイドに振り分けることができる曲げて落ちるフリーキック。キーパーの動きを見て瞬時に切り替える。そしてスピードのあるストレートに近いフリーキック、思いっきり振り抜く。このようなスピード重視のキックがあることでフリーキックの選択肢は増え、成功率も上がるという。今日何本か、蹴りましたけど、小学生の人たちは、ね、別に僕の真似をする必要はないですし、自分の蹴り方を見つける方が大事だと思うんで、そういう練習をぜひ壁当てでうまく